品種別推薦遅咲き、やっと咲いたものがあるので取っときます。ホワイトメダル3年目かな。あまり花つけませんでした。3輪だけつけたけど、もう一つはこんなちょっと未熟っぽい感じ。これだけかな、まともなの。ホワイトメダル、頭重くてちょっと垂れちゃってます。次、いまだに花の姿を見たことのないシノベルという品種。いつもなんか咲かないで終わってしまうんです。シノベル、今年は見られるかな、どんな花が咲くか。遅いんですよ、シノベルはまだ。次、イエローチアフルネス咲いてます。これも遅咲きですね。房咲きの八重です。こんな感じで 2,3 輪ずつ花をつけてます。これも4年目くらいかなと思うんですけど、花の量はこんな風にちょっと増えましたね。次、アルトルイス、これも遅咲きですね。2輪とか一枝に2輪ついてるのもあるかな。これは2輪つけてます。中がオレンジが濃いですね。これも3年目くらいかなと思うんですけど、結構花数はこれは増えましたね。風が強くてちょっとあれですが、あとはずっとこっち来て、あと残りはちょっとくたびれちゃって。こちらパピオンブランセ、たくさん咲いてきました。これも遅咲きですね。これはもう数年育ててます。ちょっと こんな色がちょっと緑っぽいのもできてますね。え、こんなだったっけ。パピオンブランセってなんか中がちょっと緑っぽいのもあるんですね。あんまり気がつかなかったけど、今シーズンはこんなのとか、こんなまだ未熟なのかな、花がたくさん咲き始めました。こんな風に咲いてます。パピオンブランセ、あとミックス水仙なんですけど、遅咲きの水仙、ナイトライフじゃない、ナイトキャップだな、名前ちょっと忘れた、ナイトなんとか、ナイトキャップかな、ナイトキャップ咲き出しました。っていうかナイトキャップかな、満開ですねこれは。あとはこちらが妙見という名前だと思うんですけど、妙見という名前の水仙も咲いてます。あとブラッシングレディかな、ブラッシングレディ咲いてます。こんな
んなのとか、あとはサーウィストン・チャーチル、これも遅咲きです。あちこちに妙見とかナイトキャップかなとか咲いてます。あとはこれだな、これピピットっていうやつかなと思うんですけど、これも遅咲きですね。これも咲き始めました。あとはアヤネ、アヤネっていうやつかな、アヤネも咲き始めました。控えめな色合いですね。よいしょ、こちらアヤネ、だんだん終わりかなと思うんですけど、遅咲きは白が多いですね。遅咲きの水仙でした。